圧力が足りない。私はこの臭い体液をさらに見つけた。川べりの痕跡をたどってゆくと、マングローブの根元に体液が集積して膨れ上がった塩のようなものがあった。ここもあの場所と同じく帳が薄い。骨はあまりにも多く、死者を数えることすらかなわず、全てを焼いた。次来る時はバイトベリーを鼻に詰めておかねば。不条極まりない悪臭であった。まだ無理だ。活力が少ない。時間がいる。時間がいる。またしても病害に侵されたものを倒した。ただこたびの相手はタールと死体の肉塊ではなく人間であった。体にはタールが大蛇のように巻きついていた。黒く変色した目からは液体が流れ、棒の上でシューシューと音を立てていた。私の言葉が届いていたとしても何の反応も見られなかった。それどころか呼吸や殺戮の本能以外には感情は皆無だ。私の鍛錬が十分でなかったらあのようになっていたのであろうか。時間がいる。扉を開ければここからいずこかへ通ることができる。だが扉そのものが歩くとすれば、扉はそれを使う者にいずこかを運ぶのか、あるいはいずこかをここにもたらすのか。この世の断りを超越しているが、レルムウォーカーとはそのような存在だ。未知なる領域への歩く戸口は至る所にいずこかをもたらす。なぜかように荒唐無稽なものが存在するのか、トーマスにすらわからない。
間がいる。殺すために毒を飲むことをも辞さぬと、それは相手を憎む時である。あらゆる悪のうち憎悪の帝王メフィストが最も狡猾かもしれぬ。憎悪を封じ込めとどめることはつまり自らが憎悪の囚人となることだ。ザカラムはこの教訓から学んだが、ナハントゥは苦しみを被った。Thank you.